<laughs> はい。はい、見えますか何々っけです。これ皆さん知ってますか文の最後、文のエンディングに来る何々っけっていう形。これ本当によく使われます。カジュアルスピーチで使われることが多いですが、えー、ちょっとフォーマルな、丁寧な場面でも使われます。見ていきましょう。で、えー、このレッスンなんですが、4月の11日ですね、日曜日の日本時間、 9時半からズームで、ライブでシェアしたレッスンです。ズームのライブレッスンのハイライトを今日は皆さんにシェアしていきたいと思います。何々っけですね。で、あの、毎週このようにズームレッスンがあるので、皆さんもぜひぜひフルバージョン、下のリンクから参加できるので、皆さんもぜひ、ズ、えームライブレッスン参加してください。 はい。では、始めましょう。何々系ですね。はい。01と書いてありますが、物語を作ったので見ていきましょう。はい。北海道のある中学校です。はい。ある、このあるっていうのは、一つの中学校という意味です。はい。名前はわかりませんが、北海道にあるたくさんある中学校の中の一つですという意味ですね。はい。 この学校で見てください。先生が黒板に何と書きましたか新しいお友達と書いてありますね。はい、では先生が話します。はい、皆さん。今日は皆さんに嬉しいお知らせがあります。私たちのクラスに新しいお友達が来てくれました。はい、嬉しいですね。ンはい、新しいお友達。 それでは、田村さん、自己紹介をお願いできますかはい。はい。じゃあ、この田村さんが自己紹介してくれます。聞いてみましょう。皆さん、はじめまして。田村ののかです。東京から来ました。動物が大好きで、ペロという犬と、ぴょんこといううさぎを飼っています。よろしくお願いします。 はい。これよく学生がこんな風に自己紹介をしますね。はい。彼女が、えー、動物が大好きで、ペロという犬と、ピョンコというウサギを飼っていますと言いました。これも n さんの文法です。ナウンというナウン。犬、何という名前ですかペロです。ペロという犬。はい。じゃあ、ウサギウサギラビット、バニー。ウサギの名前なんですかピョンコ といううさぎですね。を飼っています。飼うは、to own a pet, to have a pet ですね。はい。この自己紹介、田村ののかさんの自己紹介を聞いた、このクラスの女の子が話します。見てください。 うわー、ののかちゃん、はじめまして。東京から来たのすごい。私、東京に行ってみたいの。私も動物大好きだし、私たち親友になれると思う。よろしくね。と言いました。はい。親友は皆さん、これはベストフレンドですね。はい。動物が大好きだから、はい。同じ共通の好きなものがあるから。 友友達に親友に親なれると思うよろしくねととっても喜んでいますね。はい、そして次の日です。見てみましょう。次の日の朝。トゥトゥあこのクラスの女の子が言います。あおはよう。私の親友の親友ののののん変ですね。あれ おかしいなごめんね名前なんだっけ <laughs> ののかさんはちょっとええー、という感じですがここに何々「何が出てきましたね。今日の文法です。はい、の,のかさんがあーののかだよー」と言いましたがはい。彼女は昨日、自己紹介でののかさんの名前を聞いたのに忘れてしまいました。 ののかさんの名前は知っています。頭に情報、インフォメーションはあります。でも忘れてしまったのでチェックします。確認します。こういう時にこのけを使うことができます。前に聞いたけど忘れてしまったことを他の人、other person に確認する、チェックする、confirm する時に使うことができます。 はい、ではもっと詳しく説明します。はい、じゃあ今日の文法何〇形ですね。英語では、What is this again? とか、What was this again? っていう感じだと思います。はい、接続はこんな感じです。はい、ショートフォームですね。動詞、verb、えー、plain form plus 形 or tough form plus 形ですね。それから、いの形容詞、いアジェクティブは、最後のいをとって、 かわいかったっけおいしかったっけっていう感じですね。はい。なの形容詞はなアジェクティブ。だっけだっけです。きれいだっけきれいだったっけはい。名詞、なうん。だっけだっけなアジェクティブと同じですね。犬だっけ犬だったっけ いいですかはい。そしてえちょっと丁寧にビジネスとか同僚にも、えー、丁寧形を使うことでこの何何っけって質問することができます。何々でしたっけましたっけなどですね。はい意味ですね。一番使われる意味はこの一番です。さっき言いましたが前に聞いたけどあ忘れてしまった思い出せないっていう時とかはっきりわからない。 クリアじゃないことを他の人に聞くときに使います。それから、独り言で言うときにも使います。はい、えー。何かを忘れてしまった、はっきりわからないときに、独り言でも使うんですね。独り言って皆さん何かわかりますかはい。独り言は、一人で話す。声に出して言うことです。例えば、今、私この部屋には誰もいませんが、 私が声に出して「あーお腹空すいたなーカップラーメン食べようかな」とか「ちょっと頭痛い」あー「あ眠い疲れたーあ」でももう少し勉強しようかなーとかこう一人で話すことこれを「ひとりごと言います」と、はいいいいですか、はい、もう一つのの使い方はこの2番です。 昔のことを思い出すときに使うこともできます。例えばこの例文見てください。大学生の頃、よくこのスタバに来たっけ懐かしいなはい。これ皆さん、スタバっていうのはスターバックスですね。コーヒーショップ、スターバックスの短いバージョンです。大学生のとき、よくこのスタバに来たっけ 懐かしいな。これはノスタルジックに思い出しているときに使うことができます。いいですかはい。懐かしいノスタルジックですね。はい。では、ちょっとこの何々系の形の練習をしてみましょう。いいですかはい。昨日の夜何を食べたか忘れてしまったので、家族に聞きたいです。昨日の夜何食べた はい。何と言いますか ?5 秒。はい。じゃん。はい。これはもうシンプルに、た、プラス、けですね。昨日の夜何食べたっけラーメン餃子ご飯パスタスープ思い出せない。はい。何食べたっけです。はい。じゃあ、これはどうですか 今朝何時に起きた忘れてしまったので、聞いたり、独り言を言ったりします。はい、5秒。はい、できましたかじゃん。はい。今朝何時に起きたっけ思い出せない7時、8時、9時です。はい、じゃあ次。B さんは日本に行ったことがあるはい。 これも忘れてしまったので、えー、他の人に聞きます。はい、何と言いますかはい、いきましょう。でではい。リーさんは日本に行ったことがあるっけはい。とか、あったっけもいいですよ。はい。あ、ちょっとこれ答え見せちゃった。はい。 好きはい。これは、えー、だが欲しいです。はい。どうして好きは、な、アジェクティブ。なの形容詞ですよね。なの形容詞は、だっけは、だっ,ったっけでしたよね。レイナさんは、お寿司が好きだっけお寿司が好きだったっけですね。はい。じゃあ、これはどうですか 子供の時よくこの公園に来た。懐かしいなぁと思っています。ノスタルジック。はい。5、4、3、2、1。はい、行きましょう。じゃはい。子供の時よくこの公園に来たっけ懐かしいです。はい、じゃあ次。今年の夏休みはいつから忘れちゃった。 教えて <laughs> 今年の夏休みはいつからはい。いつからだっけですよ。いつからだっけはい。じゃあ最後です。今日は何曜日はい。皆さん、今日何曜日か月曜日、火曜日、水曜日あれという時ありませんか私はよくあります。今日日は何曜日 はい。何と言いますかはい。でれん。あれ。今日は何曜日だっけです。何曜日だっけですね。はい。じゃあ、もう一つちょっと例を見てみましょう。はい。えー、この河川のところに 当てはまる言葉を考えてほしいんですが、この小学生の女の子が、お母さんお母さん、もう学校行く時間なのに、ランドセルがない。ランドセルどこに何々っけってお母さんに確認しています。ランドセルは皆さんわかりますかこれは <laughs>、はい、彼女のこの背中にあるこのカバンです。はい。小学生の この背中にあるこのカバンのことをランドセルと言います。ランドセルですね。はい。じゃ、あ皆さん、ちょっと5秒で考えてみてください。どこに何々っけ。<laughs> はい、行きましょう。でん。はい。置いたっけ。置いたっけ。 置くどこに置いたっけ、はい、この女の子めっちゃ急いでるのでランドセルここにあるのに <laughs> 忘れてしまっていますね。そしてどこに置いたっけお母さん助けてという感じですね、はい。でも朝なのでお母さんも忙しいので、はい、お母さんちょっと怒ってますね。イラ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 っ、はい、お母さんがもう 背中にしょってるでしょちょっと落ち着きなさい。お母さん、忙しいんだからね。ってちょっと、イライラ、イイ,イライラしていますね。はい。背中、バック背中にしょってるとか背負ってるって言うんですが、はい。背中にこう、しょうってうことですね。はい。背中にしょってるでしょちょっと落ち着きなさい。コームじゃん。お母さん、忙しいんだからね。 ちょっとイラ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 してます。はい、いいですか。はい、では皆さん、えー、最後にいくつかクイズをシェアして終わりにしたいと思います。はい、ではこれ見てください。同僚コーワーカーと田中さんの会話です。はい、同僚があ田中さん明日の会議10時からだよねと言いました。田中さんがえそう 何にけ九時からだと思ってた。はい。ここは皆さん何が入ると思いますかそう、けはい。はい。これはよく使われる形です。はい。is that so?was that so? という感じですよ。はい。 こんな感じになります。できましたそうだっけとか、そうだったっけそうでしたっけはい、全部 OK ですが、こんな風に言うことができます。What's that so? ですね。<laughs> そうだっけ ?9 時からだと思ってた。聞いてよかった。ですね。はい。じゃあ皆さん、これはどうですかはい。 今日、スーパーへ買い物に行ったら、10年ぶりに舞子さんに会った。10年ぶり、10年間会っていなかったですね。久しぶり、10年ぶりですね。はい。10年ぶりに舞子さんに会った。舞子さんは、とても綺麗になっていた。became, なっていた。はい。こういう時に、ちょっと一人で、あれ、舞子さん、 何,何っ,けってちょっとこう独り言を言う人がいるかもしれません。はい、昔も綺麗だったけど舞妓さんあんなに何だっけあれっていう感じですね。これははどううでしょうか、はい答えはもちろん一つではないですが、まあ、私はこんな文を作りました。 さんあんなに綺麗だったっけはい。あんなにはもうだまちっていう感じですね。あんなに綺麗だったっけちょ,ちょっとびっくりしている感じですね。はい。じゃ次です。これはどうですかはい、えー。彼氏、ボーイフレンドが彼女の誕生日を 忘れてしまいました。はい。こんなとき、えー、何と言いますかはい。あのー、彼女に聞いたら怒られてしまうかと思うので、一人ごとで、あれとか <laughs>、他の友達に確認してください。5秒でいきます。はい。できましたかはい。 誕生日いつだっけです。あれ誕生日いつだっけとかいつだったっけっていうことができますね。いつだっけいつだったっけ忘れてしまいました。ですね <laughs>。はいじゃあ皆さんこれ最後です。はい、ちょっと文を考えてみてください。あーお腹が空いたとかお腹空すいた。何々 けはい、どんな文を皆さんは考えますかお腹が空いたとき、一人で何かを言ったり、それからルームメイトや家族に何か聞いたり、確認したりするとき。はい。どんなことを言いますか ?5 秒でいきます。はい。行きましょう。私はね、こんな文にしたんです。皆さん、どうですかダン ああ、お腹すいた。お母さん、今どこだっけ <laughs> はい。お母さんが頼りです。はい。お母さん、今どこだっけまだ仕事かなあとどのぐらいで帰ってくるかな <laughs> ってはい。私は動きたくないので、お母さんを待っています。<laughs> ちょっとレイジーですね。はい。ああ、お腹すいた。お母さん、今どこだっけっていう感じですね。<laughs> はい、皆さん。では、今日のレッスンはここまでにしたいと思います。 はい。今日は何々系をシェアしました。皆さんどうでしたかはい。えー、全部にコメント、返事ができないんですが、皆さんのコメントをいつもチェックさせてもらっています。はい。あの、嬉しいコメント、優しいコメント、本当にいつもありがとうございます。もしまた、えー、意見や質問なんかがあったら、できる限り、 え、返事をしたいと思うので、コメントに書いてください。そして、えー、フルバージョンのズームライブレッスン、ぜひぜひ皆さんも参加してみてください。下のリンクから参加することができます。はい。それではまた次のビデオレッスンで、もしくはズームでぜひぜひ会いましょう。はい。じゃあみんないつもありがとう。今週も元気に一週間過ごしてください。 はい。じゃあまたすぐ会いましょう。じゃあね。バイバイ。